震災3年目ということもありまして、今日試合前には両軍ベンチの前に選手が出まして黙祷が行われました。さあそしてゲームはメンドーサが先発、1回の表2アウト2塁としますが、4番の大崎をセンターフライに打ち取ります。ライオンズの先発は牧田、2回の裏稲葉がレフトにヒットを運んでいきます。さらに小屋がインコースのこのシュートを食い込んでくるところをレフト前のヒット、近藤バントで2塁3塁となって岡、初めての対決でこのセンター前見事でしたね。そうですね、印象に残りましたよね、はい、牧田からあのバッティングできるという。そうなんですね、はい、さあそして4回大崎が2塁に盗塁を試みるんですが、近藤のこのボールでタッチアウト。久しぶりに、ね、近藤のいいスローイング見ました、うん、そうですね、これ自信を、ね、取り戻してほしいですよね、はいはい、さあそして5回の裏です。ピッチャーは竹熊に代わってました。西川のこの辺りセンターバックスクリーンの前フェンス直撃のスリーベース、非常に速かったです、西川の足。ただその後谷口に期待がかかるところだったんですが、谷口がファーストフライにボールを上げてしまいました。さあそして6回の表メンドーサに対して拍手を受けて森本ですが、外のスライダーか空振りの三振、ボール球を振ってしまいました。メンドーサは6イニング投げています。7回には西口がマウンドに上がりました。杉谷がセンター前左打席でヒットを放ちます。さらにワンアウト1塁でその杉谷が2塁に盗塁、打ってよし走ってよしの杉谷アピールします。ただ2アウト2塁となって村田というところだったんですが、3ボール1ストライク、ここは変化球打ち上げてしまいました。追加点を奪うことはできませんでした。8回には矢貫がマウンドに上がって、坂田のライト前のヒット、この場面ライトは杉谷、ランナーが三塁狙うんですけど、このレーザービームもうここしかないというところでタッチアウト、矢貫を助けます。そして9回です。ワンアウト1塁3塁、川野からピッチャー根本に変わりましたが、鬼崎のこのスクイズ、これで1対1の同点。9回ライオンズが追いついて、9回の裏ファイターズは得点を挙げることができず、結局オープン戦1対1同点、引き分けとなりました。